ソチミルコは、メキシコの首都メキシコシティ内にある16の、管轄区域と呼ばれたの一つ。メキシコシティ中心部からは南へ28キロメートル、離れている。北は、コヨアカン、トラルパン、イスタパラパの各国、西は、トラウアック国、南東は、ミルパーアルタ区に接している。人口は40万4458人。ソチミルコは、 アステカ以来の伝統を色濃く残す街で、メキシコシティの巨大化で完全にその一部となった、現在も独特の雰囲気を残す。ソチミルこの運河を行くトラヒネラと呼ばれる小舟はかつて、メキシコ盆地内の重要な交通手段であったが、現在では観光資源となり多くの観光客を乗せている。1944年に大ヒットしたメキシコ映画。 マリア・カンデラリアをはじめとする様々な映画が、トラヒネラが生き返ナンパの上に花が咲き乱れる、ロマンチックな土地として、ソチミルコを描いてきた。ソチミルコという地名は、ナワトル語で、花の野の土地を意味する。スペイン語では、ソチミルコと発音されるが、ナワトル語では、ショチミルコとなる。ソチミルコ生態学公園。1989年に設立された。 危機に瀕する動植物を保存するための215ヘクタールの自然公園、ソチミル湖生態学公園面積は122平方キロメートルで、メキシコシティでは3番目に大きい。区の北部は、市街地が広がるメキシコ盆地南部の平地であり、平均標高は2200メートルである。区の南部は、火山の多い丘陵地帯で、テウトリ火山。 ソチテペク山など2500メートル以上の山々が連なる。ソチミル湖は運河が非常に多いことで知られる。これらの運河は古代にメキシコ盆地に広がっていた湖の一つ、ソチミル湖の名残である。チナンパが浮かぶ運河網の景観や文化は1987年にはメキシコシティ歴史地区とともにユネスコの世界遺産にも登録されている。 アステカ時代から植民地時代を経て20世紀まで、ソチミルコはメキシコシティの食を支える近郊農業地域であった。今日でも農業は盛んだが、かつてほどの重要性はなく、運河も多くが埋め立てられ残りは観光などに使われている。世界遺産となった運河網にも住宅開発の圧力が迫っている。わずかに残るソチミルコ湖は絶滅の危惧されている。 両生類、メキシコサラマンダーの数少ない生息地となっている。ソチミル国内には、ソチミル湖生態学公園や、ボスケでナティビタス公園など多くの自然保護区が設けられている。気候は大きく、雨季と寒季に分かれる。海からの季節風が湿気を運んでくる6月から10月の雨季に、降水量が集中し、それ以外の時期にはほとんど雨が降らない。 11月から5月は寒気で、その中でも11月から2月は北極の気団が南下するため若干寒い季節であり、3月から5月は熱帯の気団が北上する年間で最も暑い季節である。平均気温は12度から15度と暖かく、最も気温の低い季節でも最低気温が氷点下になることは滅多にない。 年平均降水量は1600ミ、mm、リメートルほどである。南部の丘陵地帯では、北部の平地よりも気温は、若干下がり降水量は、若干増えるが、高山気候とまではならない。ソチミルコに残る、沼の上に浮かぶ農地地南パで助走をする農夫、ソチミルコに避ける、最初の収録は1 0天気末期頃に遡る。このことから、彼らの文化は、同時期に、 メキシコ盆地南部で栄えた最初の都市であるクイクビルコと関わりのあったことが考えられる。しかし古典期に入るとメキシコ盆地の人口はテスコココ北東部の大都市テオティワカンに集中しショッチミルコは盆地の大半と同様に打ち捨てられ神々の都市テオティワカンの支配下に置かれた。6世紀から7世紀にテオティワカンが崩壊した後ショッチミルコの地は テオティワカンの旧住民やメソアメリカ北部から来た父目家族などを受け入れた。父目家族は古典期末期の大干ばつで故郷を捨てて南のメキシコ盆地へと逃れてきており、同じくメソアメリカ北部から来た遊牧民などを移民として多く受け入れていた。処置見ること書かれた絵文字。ティラデラペレグリナシオンよりこの他に、 ショチミル湖に移住してきた民族に、ショチミルカ族がいる。彼らは10世紀から14世紀の間に、メソアメリカ中心部へとやってきて、10世紀には、祭主の中心地であるクワイラマを建てた。現在のソチミル湖付近の山地にはサキコロンブス紀の絵文字などが多く見つかっており、彼らの宗教儀式に関係があるものと見られている。ショチミルカ族は、 ソチミル湖コココガンに沿った地域、トラワックやミスキックといった、コナカの島々、アフスコ山を中心とする、アフスコ山地やチチナウチン山を中心とする、チチナウチン山地に至る地域に広く住んでいた。ショチミル家族は、チナンパ農法の発明者であり、ショチミルコの町の建設者でもあると信じられてきた。また、チナンパの発明者ではなく、 古くから行われてきた農法を改良したという見方もある。ナワトラカ族がこの地に来た11世紀から14世紀には、チナンパの技術は最盛期に達している。チナンパは、元はメキシコ中部の湖水地帯の農法であり、足などの長い草を刈り取って積み上げたものを水面に浮かせて網枝で囲い、 固定から集めてきた泥をその上に乗せ浮き島のようにし、その上に穀物や野菜などを栽培するというものであった。泥の養分と周りの湖の水により、作物をよく育てることができた。彼らは地南パの上に柳の木を植えたが、柳は早く成長してその根を固定にまで下ろして根を張ったので、これで地南パを一定の場所に固定することができた。 ソチミルコのウンガー鮮やかに塗られたトラヒネラアステカ族は、ソチミルカ族のことを、メキシコ盆地の湖周辺の町に住む他の部族同様、遠い親戚のようなものと考えてきた。彼らは、同じ神話上の故郷、チコモストクを共有していた。伝説によれば、チコモストクの7つの洞窟には異なった部族が、暮らしていたが、その中に、ソチミルカ族とアステカ族がいた。 チコモストークからアストランへ出て暮らしていた彼らは、やがてアストランをサリ南へ向かい、メキシコ高原を放浪した。しかし、アステ家族がメキシコ盆地にたどり着いたとき、ショチミル家族はすでに盆地の南部に定着していたという。アステ家族はやがて、クルワカン氏のトラトアに出会ったコシコシュの手下となっていた、ショチミルコ氏とトラウアック氏に宣戦線した。 1323年にアステカは、ショチミルコのトラトアに出会った赤隣を破った。彼らは、クルワカンの支配を離れ、アステカの王は、クルワカンとの同盟の証として、コシコシュの娘、イランクエートルを日として迎えた。しかし、アステカが、シュペットテックへの生贄に、彼女を捧げたために、アステカとクルワカンの間の敵意が増した。クルワカンは、 アスカポツァルコのテクパネカ族と結び、1367年にアステカを破った。1376年、テクパネカの支配下で、テノチティトラン氏を築いていたアステカは、再び、ショチミルコを破った。しかしショチミルコは、アステカの支配下とならず、テクパネカが支配するアスカポツァルコの領土に併合された。アステカは、テクパネカと同盟を結び服従していたが、 テスコ古族と結んで、テクパネカの王位を散脱したマシュトラに対し戦いを挑んだ。1428年、アステカはテクパネカに対して勝利した。その2年後、ショチミルコはサンドアステカの攻撃を受けた。この戦いは、決定的なアステカの勝利に終わり、ショチミルコは、テノチティトランをととするアステカ王国に併合された。ショチミルコの民は、 アステカの首都建設や、その他の土木事業などでの労働を強制され、チャプルテペックの水道、イスタパラパの大通り、ネサワルコヨトルの石堤などを建設している。ソチミルコのサンベルナルディの境界ソチミルコの運河と、トラヒネラスペイン人がアステカにやってきて、征服を開始した頃、クアウテモック王は、テノチティトランの防衛のためにソチミルコへ赴き、 救援を要請したとの言い伝えがある。その道中、クアウテモック王は、アウェウエテの木を植えたという。この木は、現在も、バリオデサンフアンに立っている。エルナンコルテスとその部隊は1521年4月16日に、ショチミルコを征服し、続いて、チュルブスコ、コヨアカン、オアステペック、クエルナバカを相次いで征服した。 テノチティトランの征服が一番楽すると、ショチミルコの最後の支配者であるトラトアニのアポチキアウツインは、キリスト教に改修した。これが、自発的なものか教養されたものかは分かっていない。彼は1522年6月6日に洗礼を受けた、あと、エルナン・コルテス及びペドロデアル・バラードの二人の征服者から名を取って、ルイス・コルテス・セロン・デアル・バラードと改名した。 彼は征服者の区別として、ソチミルコの統治者の地位に収まったが、実際にはコルテスがアルバラードに、ソチミルコ地区の土地と民を征服の直後に与えていた。アルバラードは1541年の島でソチミルコの実権を握っていた。ソチミルコとその周辺の住民に対するキリスト教会州は、フランシスコ会の宣教師が監督した。 1534年から1579年にかけてフランシスコ海の創院が建てられたが、現在ではソチミルコ大聖堂の一部となっている。スペイン王フェリペニセイはソチミルコを死に昇格させ、以後ソチミルコは正式には高貴な都市ソチミルコと呼ばれていた。植民地当局はソチミルコ湖におけるチナンパ農法の繁栄を支えた。 土木事業に対しては関心を示さなかったため、1609年には大洪水が起こっている。1576年には天然痘の大流行が起こった。1777年にも天然痘が大流行した。この天然痘は18世紀のヌエヴァエスパーニャ、植民地における人口激減の危機をもたらしている。ソチミルコは、 メキシコシティとは湖を使った水運で緊密に結ばれていた。ソチミル湖は東の方の町からメキシコシティへトラヒネラで向かう際の中継地でもあった。16世紀半ばにはソチミル湖湖はテスコココなどメキシコ盆地の他の湖から孤立し始めたためソチミル湖とメキシコシティの間の水運は運河が中心となった。 ソチミルコ LRT メキシコ独立戦争後、ソチミルコはメヒコ州の一部となった。当時の産業は農業が主であり、湖や運河に浮かぶ、ナ南パで収穫された作物はトラヒネラに乗せられて運河を経てメキシコシティの大きな市場へと運ばれていった。1850年にはメキシコシティからソチミルコへの鉄道が開通し、都市間の運送量は 飛躍的に拡大した。トラヒネラはなおもソチミルコ周辺の主な交通手段だったが、1908年にメキシコ疎官の都市間鉄道が開通するとトラヒネラは観光用に使われるのみとなっていった。この路面電車は現在もソチミルコ LRT として運行しており、メキシコシティの地上の電車網の一部として政府の電気交通公社が支援を行っている。 メキシコ革命の時期にはソチミルコも戦場となった。1911年にはモレロス州から来たエミリアーノ・サパタ率いる革命軍がメキシコシティに侵入した。彼らは司令部をメキシコシティ南部のミルパ・アルタ区に置いたが、やがてソチミルコ区に移動しようとし、ソチミルコの街は戦火に包まれた。1914年にはエミリアーノ・サパタとフランシスコ・ビリは、 ソチミルコの中央市場前の家屋でソチミルコ高領に調印している。1968年メキシコシティオリンピックではソチミルコでも五輪に向けた建設事業が行われた。クエマンコ運河の一部はオリンピックのボート競技及びオリンピックのカヌー競技の会場へと改造された。区の郊外では大きなバイパス道路も建設された。 20世紀の後半、特に1970年代以降はコナベーションが起こり、メキシコシティとソチミルコの市街は一体化し、間に合った土地はほとんどすべて都市化している。ムセオ、ドロレス・オルメド・パティーニョ・ソチミルコには、メキシコ国立自治大学に属する国立造形芸術学校があり、これが区内唯一の大学となっている。ソチミルコ区は、 多くの文化センターや図書館など運営している。区内にはソチミルコ考古学博物館があり、ソチミルコにあった祭祀中心地から出た発掘品を展示している。ムセオ・ドローレス・オルメド・パティーニョは19世紀の邸宅の中に入った美術館でディエゴ・リベラの作品139点、その妻・フリーダ・カーロの作品25点、 リベラの最初の妻アンヘリナ・ベロフの作品43点を所蔵するほか、メキシコの民族資料や広告資料なども収集している。ソチミルコの運河群には多くの地ン波が現在も残っており、人気のある観光地となっている。岸辺には家屋や船着き場が並び、祝日などには多くの観光客が運河を訪れる。 また食事や楽団を用意して船を借り切って、運河をクルーズする家族も多い。運河を行くトラヒネラという船は、人力で進む船で、船乗りが竿を運河の底に刺し、進んだり方向を変えたりする。ソチミルコの人形島ソチミルコの人形島と呼ばれている島は、この島の主となったフリアンサンタナバレラという男が、 運河で溺れた少女の魂を慰めるために人形を吊るし始めたと言われる。現在では島はジュリアンの老いの所有となっている。ありがとうございます。